全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。秋葉原のオフィスでお客さんと障害年金の打ち合わせを行い、お昼ご飯と休憩を兼ねて近くのスタバに来ました。コーヒーを注文してスタバカードを出そうとした時、店員さんからこう声をかけられました。スタバカードを変えて震災復興支援の寄付に協力してくれませんか。話を聞いてみると、スターバックスは震災復興支援の寄付活動を行っており、ハミングバードスターバックスカードを買って買い物をした人の売上の 1% を震災復興支援として寄付しているということです。カード発行の際に私も100円寄付を行い、その後はカードを使えば使うほどにその 1% がスタバから震災復興支援に寄付が届くという仕組みです。もちろんすぐにスタバカードを変えてもらいました。これが新しいスターバックスのカードです。今後は私がスタバで買った金額の 1% が震災復興支援に寄付されることになります。頻繁にスタバを利用する私としては意義ある社会貢献ができると喜んでいるところです。このハミングバードスターバックスカードプログラム、ちょっと調べてみると5年ほど前から行われているようです。知りませんでした。これまで39,383枚のカードを発行し、累計寄付金額は7,800,064,530円になるそうです。私は普段障害年金のサポートを通じて社会貢献していますが、今後はスタバでコーヒータイムを通じての社会貢献にも取り組んでいきたいと思います。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。